はい、それじゃあ続きで撮っていきましょう。よいしょ。前回の動画でボスを倒したところから再開です。なるべくパンチで敵は倒していきますと言おうと思ったらこうやれよ。めちゃめちゃ走り回ってる。めちゃめちゃ走り回ってるとね、あれなのよね。チェン、レベルジュニア。壁のマップチップの残骸がここにあるんですけど、これは意図的なものなのか、それともただの消し忘れなのか。お、殺人ベトルも一発だ。これ連続で決まると気持ちいいね、こういうの。コーヒーやったぜ。うん、コーヒーがマジックパーカイブアイテム。しかしこの世界のコーヒーは高い。コーヒー一杯の値段で鎧が一個買えるんだべよ。ちょっとこの世界の物価よくわかりませんな。あなたは弱い。見た目は強いがデビルは弱い。しかしこの敵キャラたちは普段何を考えていくんだろうな。なんかそういうのちょっと重いよ、ハトの仕事がね。パシャーン。はい、お主がボスじゃの。下手なボス上等だぜ。グレノダーク、やってみましょう、せっかくなんでね。力を上へ。剣で切るんじゃないのか、気弾を放つのか。おのぼり。弱いな、注目の方が強いぞ。さて、とりあえず街へ戻るか。中ボスの方がね、いっぱい経験値もお金もくれたぞ。さて、リレミとはございません。さて、帰り道はなるべく戦闘は避けて進みたいと言おうと思ったらこうや。もう逃げてもね、当たってたらすぐになっちゃうからね。なるべく避けて進みましょう。うわう、お前パス倒せるかもしれない。うう、稲妻。稲妻を覚えたぞ。うう、まだいた。
じゃあズマを覚えたら。うわぁ、めっちゃ走り回ってるやついるけれども避けにくいのよね、走り回られるとね。逃げ道がないからな。うわぁ、うわあ、敵が固まってるね。なんだおめえ。貴様を逮捕する。何？何をしたでいいんだ。とぼけても無駄だ。これで逃げられないな。最悪だ。謎に逮捕された。情けないやつだ。穴を開けといてやる。あとは自分で頑張りな。さて、まあとりあえずここでセーブしましてと。ここは宝箱じゃない。いつの間に穴が開いてる。まあ捕まったこと含めてようわからんが、これで逃げられるか。誰かが助けてくれたのか。確か稲妻を覚えたのよね、雷の技。この BGM 好きよ。このビジネスが強いんだよ。ああ、そのこのハテナがね、意外と強いのね。いなず。なんじゃねえ、やるわ。でもダメージ6も食らう。ハテナしか出てこんのか、この辺は。やっぱハテナしか出てこんのじゃな、この辺は。うわお、つぶれしめ食らっちまったで。うえ、つぶれしめ食らったで。よし、危ない。オッケー。うわ、まあでも視聴者側からしたらもうこの敵キャラが全員ハテナだからな。よいしょ。うわお、オッケー。まあこっちが回収できるぐらい。ああ、パンチが出なかったらよ。ここの BGM 好きなんだけどね。ああ、まあパート1とか言い忘れてましたけど、一応初見プレイではないんですよ。一回このゲームクリアはしてます。あの中学生の時に。うん、やってもらって。
スルマニアのポーション25個手に入ってな。男には自分の世界があり、例えるな。デスタイルに進むか。謎の鼻歌、なんだこいつ。二通り、ほんまに、なんだおめえやで、なんだおめえや。うわ、なんだこいつが、なんだこいつ、なんだこいつっていうレベルで強い。どう、なんだこいつが、なんだこいつっていうレベルで強い。うわ、またハテナだ。うわお、ウェル、ハテナ、ハテナの方が多分強いかな。とりあえずハテナを先に倒さないと。多分ウェルはそこまで HP 高くなかった。ハイポーション手に入ったの。ウェル、うわお、なんだおめえ。ここ BGM いいよね。変なやつ、全部変なやつなんだけどね、視聴者側からするとね。また変なやつだ。なんだろう、このスケルトンがだいぶまともに見えるな。敵は全部倒していきましょう。わお、お、この P ってやつはレベルアップするやつです。意外と強いからな。なんだこいつが、なんだこいつってレベルで強いからな。やろう。はい、ここにもレベルアップ、レベルアップ。おったね。
わお、わお、わお、大丈夫、ここで全回復できる。オッケー、よし、うわ、まだおった。わお、よし、もうこれで最後だ、多分これで最後だ、多分これで最後だ。よし、なんや、脱出できたのか。もうあなたたちは敵ではない。逮捕されたとこからここで脱出できました。まあとりあえずね、まあ歯向かってくるものは全部はっ倒していきましょう。わお、だからね、わお、かわしよったな、生意気にも。よし、サッカーやろ。うわお、うん、いい、ていたのか。もちろんピンピンしています。5年前に抹殺したと思っていたのに。不覚、5年前君の母親を殺したのはすまなかったと思って。すまないです、すまない。俺は貴様を殺す。私に勝てると思うのですか。それに私は君と戦うつもりはないです。敵討ちをして死者は復活しますよ。何、生きていたのか。どんなです、お前を生かしておけば多くの人が死んでしまう。ここで死ぬがいい。何を言っているのですか。私は正義の勇者ドンザレスです。私は5年前のような悪人ではありません。信用できる。実は今世界で大変なことが起きています。あの魔王オイスと35年前の魔王デスキラーの2人の魔王が復活したのです。世界征服を企む魔王が2人もいると、さすがに私でも勝てないのではと思いまして、だからあなたたち2人に力を貸していただきたい。この勇者ドンザレスが頼む。親父、今はドンザレスと信用しろ。あ、今はな。では2人の魔王はどこに。二人の魔王は火星の近くに本拠地を持っているという噂がある。噂かい。もうすでに。ということは宇宙か。宇宙に方法を探さなければ。ゲンとドンザレスが仲間になってんだ。ゲン、変な親父。いや、
いや違う、レベル5と7であこのダンジョンは突破できへんちゅうね。特殊技能ございません。よ、まあ、とりあえずまずは宿屋。宿屋から宿屋から。よいしょ。どうやら5年前、ゴンザレスとこのフンガー現親子の間には何かがあったようです。詳しくは語られませんけれども。よいしょ。一応武器屋だよ、ここは。ウッドシールド、ポイッと。レザーマー、ポイッと。ウィングハット、ポイッと。ハイポーションはいいや。どうしようかな。まあコーヒーは20個ぐらい買うといて、ポーションはこれ、いやもう10個買うとこ。よし、これでいいや。地下道に地下道は宇宙に行ったのに、すでに繋がって行ったのに地下道を通るしかない。便利やね。そこにはオープニングの最初に登場した赤毛の若者が立っていた。この若者は、お前がフンガーか。そうやが、勇者ドンザレスと手を組むとはどういうことだ。君に何が関係あった。いや関係ないです。失礼します。この3人の大きな力となる可能性が高いな。しかし魔王に立ち向かうには必要不可欠だ。こいつらが魔王を倒した後、俺はこいつらを倒さなければならんのだ。強い奴だけ殺す俺の野望を今お預けや。赤毛の若者、何が目的か知らんが、我々の敵ではないと思いますよ。お前の言うことは当てにならん。今のはちょっとメンタルにきた。はい、謎イベント。よし、はい、じゃあ力を通りましょう。よいしょ、パワーアップ。今のところパワーが足りねえやつ。パワーが一番足らんやつ、ゲンさんやった。ちょっとね、ゲンさんとドンザレスがね、ゾンデット回 B タイプ、バスト B タイプ、バスト B カップ、グレネ回。酔っ払い強盗、ゾンデット回、ゾンデット回、聞いたい。うわ、頭かけてらねえ。やっぱこっち、パーティー3人いるからかな。相手もそれなりに強い。グレネゾンビマシンローゲン。ゾンビマシンローゲン。ちょっとネーミングがネーミングだ。まあとりあえずポンポンレベルが上がるのはええとして、これどっちだっけ、行かなあかんの。うわ、殺人生物ラスグレート。
あの鉄のダンジョンにラスってやつ出てきましたから、多分それのグレート版なんでしょうね、おそらく。派生も無駄に多い。ゾンデッド回、ただゾンデッドのその回になる前のバージョンは確かいなかったはず。こっちだった。スピードアップ、スピードの足りねえやつだ。スピードが足りねえ現在だ。うん、レトロレノガ、なんかレノガの派生がだいぶ多いね。ブルーレノガ、ゴールドレノガ、ゾンビリ、グレーネ、レトロレノガ。ここに出てくる敵キャラ、なんかビームサーベル持ってる率が高い。ここの標準装備はビームサーベルなのか。アベック、ガードアップ、ガードの足りねえやつは、ガードの足りねえやつは現在だ。アベッカー、よいしょ。とりあえずちょっとあっち側に宝箱が1個あるから、それを回収してからのボスに挑みましょう。よいしょ。HP アップ。一番 HP の低いやつ。HP の低いやつ現在や。あべっか。よいしょ。一番 HP、よいしょ。なんだこいつは。ザゲグロ、楽天欲張りすぎじゃねえかい。イナズーカ、やばい。ふぅー、わかった、めっちゃ経験値くれる。お、リカバー、 Eカード、 Eカード、すげえ、ポーション20個。まあ消耗した分回復しましょう。えっ、めっちゃ敵いる、わらわら出てくる。敵がわらわら出てくる。うん、なかなかパンチが当たらん。お、グロアーマー、新顔が出てきたね。マインドアップ、精神力の足りねえやつ。精神力だったらゲンさんだ。ダントツでゲンさんやった。てかもうレベル12でもう勇者の、まあ勇者やからなんだろうな。
フンガーの HP を超えたと。Power up。攻撃力の足りねえやつ現在や。やっぱあれだな。やっぱ一番レベルが低いからかな。よいしょ、こんだけいたら誰か当たると思って。なんか強盗がだいぶまともに見えるな。あんだけ固まったところにパンチ当てたら何どれかはできるやろうと思ったら普通にシンボルエンカウント突入しちゃったよ。よいしょ、ロゲロゲ B タイプバスト B カップ、なんで B タイプの方が HP 低いんだ。やっと当たったと思ったらアンチ進化が出てきたね。アンデッド、そして雑魚。どういうコンセプトの敵キャラなのかちょっと全体的によくわからないけれども、新顔が出てきたらちょっとテンションは上がる。ゾンビック、うぅ、行こう。わっふっ、おお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 お、家では、うわ、不気味なモンスターだー。いやいやいや、まあ確かに顔だけやけどね、このね、あのモードックみたいなね。もう全部強攻撃でいったんだ。全員に10のダメージ。わかったよ。うん、まあね、あの敵キャラをねスタムネにしたかったんだけどね、残念ながらね、あのドンダレスの一枚絵がアコのシーンで出ちゃったからな。なるべくね、あの戦闘画面に突入しないやり方で、もう侍界はね弱いからね。うん、グロレゲバ2ダブルソード、もう HP2 人抜かれたぞ。うん、
らう。このユニットはあんま強くないな。嘘、ポーション2つ、本は読めない。いいカードを入れてください。いいカードを入れた。いいカードは中に入るようになった。まだある、まだマップがある。うわぁ、うわぁ、めっちゃ敵いる、めっちゃ敵いる。めっちゃ敵いるで。まあ一発で倒せるからいいね。うわお、殺人リザード。うわお、なかなかタフだべよ、なかなかタフだべよ。わ、頭から減らん。ネクロブレン強盗。なんか強盗がだいぶまともに見える。マスターデビル、わかったデッドが、なかなか。うん、アンデッドと強盗が徒党を組んでくるな、コンビを組むな。アンデッドと強盗がコンビを組むな。そんなんじゃ M1 は2回戦ぐらいまでだぞ。お前は一発で倒せるからいいや。お前は一発で倒せるからいいや。お前は一発で倒せる。お、カバー強い。このゲンさんが全体回復を覚えてくれるのがいいよね。よし。さあ、こいつをパンチでいけるか。無理だった。無理だった。よし、さあボスや。ボスの出足か。上等だぜ。グロジャイアント。はい、おお、
かなか強い。これ元さん大活躍じゃない？だがなんとか回避した。お、会心の刺激で決めた。爆発。OK。おっと、40分超えてる。はい、ということでね、今回の動画はここで終わりましょう。だいぶ済んだのかな。それでは皆さん、アデリオス。次回へ続きます。